サボンナ王国？この国の国王が昔、遺跡から宝石を発掘したらしいぜ。それがパワーストーンだというのか。でも、このキーワードとどういう関係があるの？星だぜ、星。最後まで人の話は聞くようにって先生も言ってただろう。はいはい、わかりましたよ、和樹先生。アドベンジャー、この辺アップにして。了解。これは星の形。サボンナ王国のシンボル、サボンナ山さ。間違いない。よりすごいや、和樹くん。まあな。それじゃあアドベンジャー、早速サボンナ王国へ出発だ。了解。アドベンジャーの動きを確認しました。うん、進行方向からおこたちの目的地を割り出すのだ。はっ。進行方向上にある国はただ一つ、サボンナ王国です。ご苦労。今回は先回りして先手必勝だ。これが兵器開発局から届きました新型ロボット兵器、ソニックルです。背中の羽が活かす。ソニックルは飛行能力を持ち、両肩から繰り出すデンジャラスボムはあらゆるものを焼き尽くします。これで飛べないゴルドランはまさに鉄板で踊る猫。解説ご苦労。しかし先手必勝作戦が成功すれば、今回はメカの出番はないかもしれないな。ん？あれはなんだ？パワーストーンと交換するアイテムでございます。なるほど、ギブアンドテイクというやつか。はい、この贈り物をご覧になればサボンナ王も納得のはず。ワルター様、まもなくサボンナ王国です。いつまで続くのだこの歓迎の踊りは。こうしてる間にお子たちが来てしまうぞ。若君、ここはもう少しのご辛抱を。ようこそ我が国へ。歓迎の踊りはどうだったかな。そうじゃろそうじゃろ。ま、あんたらが何をしに来たかは大体わかる。にパワーストーン。さすがは国王様だけあって話が早い。もちろんただとは言いません。それ相応のお礼を。例のものを。オープンザカーテン。素晴らしい。この絵の価値が分かるとはさすが国王様。にお、おー、なんと素晴らしい額縁だ。契約成立。あ、サボンナ、サボンナ。なんだかよくわからないが、うまくいったようですな。それでは、よし、その前に感謝の踊りといこうじゃないか。あ、サボンナ、ボンナ、ボンナ、ボンナ。さあ、あなたたちもご一緒に。サボンナ、ボンナ、ボンナ、ボンナ。驚くことないぜ。ほら、なんだコウモリ
いか、びっくりさせやがって。それにしてももっとスマートにサボナ王国に侵入できないのかな。仕方ないだろ、目立つんだから。すみません。洞窟を抜けて森を越えればサボンナの町に出るみたい。オッケー、それじゃあまた後で。何かあったらすぐに呼んでくれ。分かってるよ。か、い、か、ん。私も年を忘れてハッスルしてしまいました。ねえ、それはよかった。おっと、そうじゃった。おお、すっかり忘れていた。それでは。パワーストーンが、この泥棒取り目、待て待て。待て待て。どうした？なんだかさっきから誰かに見られてるみたい。お化け！あ！だったりして。あのな、お化けは昼間は出ないもんだぜ。ダイ、気のせいだ。そうだといいんだけど。この雑巾を絞ったような声は。待て待て！あ、割れた！あれはお子たち。あれはパワーストーン。取られてたまるか。若君、良いのですか。まあ良い。どちらが先にライオンを捕まえるか、お子たちのお手並み拝見といくか。